はい、こんにちは。この子猫です。今回は海外古典文学、初心者でも読みやすいおすすめの小説を国別で5冊紹介していきたいと思います。読書家のね、皆さんの中にも海外文学はあまり手をつけていない、古典はねちょっと読みにくくて抵抗感があるけど、いつか挑戦したいと思っている方ね、多くいると思います。まあ、今回はね、そんな方向けに、まあ、比較的短くて、まあ、お試しで読んでみやすい、まあ、ただしね、児童文学のようなものではなく、まあ、ちゃんとね、海外古典文学を読んだと胸を張って言えるような本を、まあ、国別で紹介したいと思います。この国の文学が読んでみたかったと思っていた方のきっかけになれば幸いです。ではまず、イギリス文学、まあ、シェイクスピア、ロミオとジュリエットや、まあ、アーサー・コナン・ドイル、名探偵ホームズなど、まあ、世界にね、名を轟かす作家や作品を多く輩出しているイギリスですが、まあ、そんな中ね、私が一冊目にお勧めしたいのは、ジョージ・オーウェルの動物農場です。まあ、ジョージ・オーウェルのね、代表作といえば、村上春樹も1984としてオマージュした、まあ、世界でね、最も有名なディストピア小説、1984年ですが、まあ、500ページ近くあり、文章もね、ちょっと固めで、内容もちょっと難しめで、いきなり読むのは辛い。まあ、そんな時にね、おすすめしたいのが、オーウェルのもう一つの代表作、動物農場。まあ、こちらはね、200ページほどで短く、文章も平易で読みやすい。まあ、かつ、なんといっても、笑える。農場から人間を追い出し、動物による動物のための農場を作るというお話なんですが、まあ、随所にね、笑いが散りばめられている。まあ、決まりをね、覚えられない動物たちのために、まあ、簡略化した4本足は良い、2本足は悪いのスローガンが、まあ、一人歩きしていったりですね。もちろんね、これただ笑いを取りに行っているわけではなく、当時のね、社会、とりわけ社会主義への強い皮肉が込められていたり、まあ、登場人物たちは当時のソ連の指導者がモデルになったりしていて、まあね、読んでおけば面白いだけでなく教養も深まる一冊。まあ、ぜひね、イギリス文学一冊目としてジョージ・オーウェルの動物農場読んでいただければと思います。まあ、他にもイギリス文学はシェイクスピアのハムレット、まあ、サマセット・モームのね、月と6ペンスあたりが一冊目としておすすめですので、まあ、イギリス文学にね、興味を持ったら合わせてそちらも読んでみてください。さて、次はフランス文学、まあ、星の王子様のサンテグジュペリア、ミュージカルとしての知名度も抜群のレ・ミゼラブルの作者ヴィクトル・ユーゴーなど、まあ、ちょっとね、ひねった作品が多いフランス文学。そんなフランス文学で私が一冊目におすすめしたいのがこちら、アルベール・カミュの異邦人ですね。まあ、ノーベル文学賞も受賞したアルベール・カミュ。まあ、カミュといえばペストも有名なんですが、こちらは400ページ近くあって、お試しで読むにはちょっと長い。まあ、その点異邦人は150ページくらいで短くて読みやすい。にもかかわらず短いお話の中にギュッとね、濃縮された深いメッセージを感じます。今日ママンが死んだの有名な書き出しから始まり、衝撃的なラストを迎える本書。若者たちが感じる、まあ、世間との感覚や価値観のズレ、まあ、一般論や常識の押し付けに対する反感、そしてそれに対する諦め、無力感が伝わってくる作品で、まあ、かつね、物語の舞台が当時フランス領であったアフリカのアルジェリアで、人ら多種多様な人が出てくることから、まあ、異国情緒もね、感じられ、ああなんか海外古典文学読んだなという気にもね、なるのがこの異邦人という小説なんですね。まあ、フランス文学は他にもサンテグジュペリの夜間飛行や、三島由紀夫も愛読したというラティゲの肉体の悪魔あたりが、まあ、短くてとっつきやすい、かつ海外古典を読んだとね、胸を張って言える作品かと思いますので、そちらも合わせて読んでみてください。さて、次はロシア文学、まあ、罪と罰、ドストエフスキーと、まあ、戦争と平和、トルストイの二大巨頭がまあ名を馳せており、まあ、物語もね、重厚なものが多く、ちょっとつきにくいイメージがあるロシア文学ですが、大丈夫、読みやすいものもちゃんとあります。まあ、私がね、一冊目におすすめしたいのはこちら、ツルゲーネフの初恋です。
ドストエフスキーとほぼ同時代の作家、ツルゲーネフの代表作。まあ、130ページくらいで短いにもかかわらず、そのインパクトは絶大。16歳の青年が年上の霊嬢に恋をする話なんですが、その霊嬢が、あまたの男を惑わす魔性の女。まあ、大勢の崇拝者をはべらせて、まあ、パーリーピーポーをしているわけで、まあ、主人公はね、そんな魔性の女を射止めようと奮闘するんですが、まあ、予想だにもしなかった恋敵が現れて。まあ、衝撃のね、ラストはね、読む人の心に強く残り続けること間違いなし。まあね、ロシア文学全般に漂う大敗的な雰囲気を味わうことができる一冊ですね。まあ、ロシア文学は他にもドストエフスキーの賭博者あたりが比較的短くて読みやすいのでおすすめです。さて、次はドイツ文学。まあ、ヘッセの車輪の下、トーマス・マンの魔の山など、まあ、硬派な作品のイメージが強いドイツ文学。そんなね、ドイツ文学で私が一冊目におすすめしたいのが、こちら。まあ、ゲーテの若きウェルテルの悩みです。まあ、恋愛文学としては最高峰と言っても過言ではないのが、この若きウェルテルの悩み。まあ、200ページと短くて読みやすいながらも、かのナポレオンも愛読したほど、時代やね、国を超えた不朽の名作です。若きウェルテルがその心に宿す、大事な親友の言い名付けであるシャルロッテへの許されざる恋。まあ、ドイツがね、世界に誇るザ・ヒレンっていう感じです。ウェルテル効果と呼ばれる、まあ、ウェルテルに準じて自殺する人が増えるというね、悲しき社会現象すら起こしてしまった一冊。まあ、ぜひね、ゲートの若きウェルテルの悩み、読んでいただければと思います。まあ、ドイツ文学は先ほど触れたヘッセの車輪の下なども比較的読みやすいので、こちらもおすすめですね。さて、最後はアメリカ文学。まあ、比較的歴史が浅いアメリカ文学ですが、フォークナー、8月の光、シュタインベック、怒りのブドウ、パールバック、大地など、まあ、多数のね、ノーベル文学賞受賞作家を生み出しており、まあ、宗教的にね、深いメッセージが込められている作品も多いのが特徴です。まあ、そんなアメリカ文学で私が一冊目にお勧めしたいのがこちら。ヘミングウェイの老人と海です。まあ、こちらもですね、170ページと短いながらも重厚なメッセージが込められた一冊。まあ、さすが、ノーベル文学賞受賞作家、ヘミングウェイといった感じです。漁師の老人 VS 巨大カジキマグロの4日間に渡る死闘。そして、その後に訪れる悲劇。まあ、矮小な人間に対し圧倒的な力を見せつけてくれる。そんなね、雄大な自然への賛美が感じられると同時に、それに立ち向かう人間が、まあ、確かに身の丈は小さくとも、心は決して負けていないことも感じさせてくれます。まあ、悲劇のはずだし、物語も概要だけ見れば虚しいはずなんですが、なぜか読了後は清々しさを感じられる、やりきった感が得られる一冊ですね。まあ、アメリカ文学は他にもフィッツジェラルドのグレートキャッツビーあたりが読みやすくておすすめ。まあ、レオナルド・ディカプリオ主演で映画にもなっているので、そちらを見るのも良いかもしれませんね。と、こんな感じで海外古典文学初心者でも読みやすいおすすめの小説を国別で紹介させていただきました。まあ、これ以外にもね、この本が読みやすいようであったり、この国の文学でおすすめのものを教えてほしいとあれば、ぜひコメントいただければ幸いです。まあ、みんなでね、面白い海外古典文化の情報を共有していただければと思います。と、このようにこのチャンネルでは毎日1回読書に関する動画を投稿していますので、気に入ってくれた方はぜひ高評価やチャンネル登録、コメントいただけると嬉しいです。ではまた明日お会いしましょう。バイバーイ。